お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね。はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか。わかりました。